皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は沼津市にあります東洋高校さんの一日体験入学のお知らせをします。もうすぐ夏休みです。夏休み中、多くの高校で一日体験入学、これを実施します。中学3年生の皆さんはぜひこの一日体験入学に参加してみてください、ね、その高校を自分の目で見て、まあ、体験して感じることで受験する高校のミスマッチ、これを防ぐことができます。ミスマッチってどういうことかっていうと、高校受験して合格した、でも実際に入ってみたら自分に合ってないんじゃないかな、自分が思っていたものとは違うと、ね、こうなってしまうことをミスマッチっていうんですけれど、それを減らすことができる。体験入学をして、その高校自分の目で見ることでそういうことを減らすことができるということで、ぜひ夏休み中体験入学に参加してみてください。さて、東洋高校さんの一日体験入学の日程ですけれど、令和4年8月27日の土曜日と28日の日曜日、この2日間になっています。受付は8時15分から、体験入学は9時から12時まで。内容は各コースの説明、コース大きく分けて6つあります。その6つのコースの説明ですね。それから学校の紹介、授業体験、そして施設見学と個別相談、ミニコンサート、これもあるようです。どんなコンサートができたら私もね、聞いてみたい、そんな気がします。さて、事前の申し込みが必要です。こちらのチラシをお持ちの方、 QR コード、これを使って申し込むことができます。チラシがない方は東洋高校さんのホームページから申し込みができるというので、そちらから申し込んでみてください。今回は沼津にあります東洋高校さんの一日体験入学のお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。